と思っとったから、全く関係がありますので、これも気をつけて。
たん。ご飯食べた。いやあれからな、もう刺身行った。あ、おにぎり2個だけ持ってきたっけ。それであるかのように、あ、それがストライクしてしまってですね、今回アジアカップに出すという重要な結果を招いております。いくつも早く伊藤さんの名誉を回復して試合に集中できる環境を作ることが私たちの役割というふうに思っています。一歩ミッチです。2回し
った弁当2つ置いてきたんやけど、うん、クーラーボックスに入れれんかなって、うん、聞いてみるか。そのまま置いてきてしまった。出てきたが一人の、うん、行ってくる予定だし、でも当時も多分風呂入ってると思うんですよ。後で気づくから、お弁当2つクーラーボックスに入れてもらえるかって。お父さんに、うん、メッセージ、え、山岸のお弁当2つクーラーボックスか、まあ、氷でなんかできるかな。大黒屋
ました。今この時間、島根県で激しい雨が降っています。少しこの流れですが、この後は東へと離れているところが多くなりそうです。そうですね、北陸の方に行かないと、それではこの後の予想です。はい、夜の7時から、はい、動かしますと、夜は北陸で雨足が強まると思います。Thank you.
うん、ギゴの曲がらんなんで、うん、どっかで曲がらんなんでって言ったんして、でまた U ターンして曲がらんな、あ、ほんでできた、あ、グレンだ、注意した時に針金ついとって、うん、煙でとって危なかった。それ？うん、パン買ったよ。ホカッチャ？うん。俺のここにほら、針金ねじねじって、おなっとった。針金したままレンジしたら、うん、煙が出てきて、うわっつって。なんか危ないな。うん。で、プラスチックのその袋もちょっと焦げて黒なって。
が、うん、中がそんな良かったかセリア、うん、私も好きやし、なんかダイソーとは別のほらちゃんとセリアの商品があるから、何かなんかおけとか買っとく、おけで、おけだから風呂のそのおけみたいな、なんか変な形、うん、あとお玉とか買っとった。ファーストテイクっていう、うん、
一発撮りのやつあるんやけど、ファーストテイクって探せばいいわ。うん、ファーストテイク行こうねん。たらなんか口が、あーってあのその人あかんねんて、もも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 もって伝えたって。要素高い子出るなと思って。その口さ、どうしたんだって。合成じゃないの。合成、合成で、うん、本当は口開けて歌ったけど、いやだからかファーストテイクやから歌ってちゃんとキーボード、ファーストテイクちゃんとキーボード弾きながら歌ってるから、それはちゃんと歌ってる。調べる。ファーストテイク、テイク、ファーストテイク、テイクアウトのテイク。それ絶対15歳とかじゃ、そんな年齢じゃないやろ。ファーストテイクいっぱいあるわ。行く奥年ぶつけ声出してたけど、だからそれ生じゃなくて本当の一発撮りで歌ってる。ファーストテイクなんかいっぱいある。ファーストテイクだ、そこにそのとこ曲、そこにファーストテイクのとこに行く奥年とこらない。食べたって。
だから、若い人食べたいやろなと思って。え、もし翔ちゃん、私それ今、ミセスグリーンアップル大好きだよ。え、ちょっとつまるさ。うん、これこう食べた。なんでよ。3回3回。ミセスそれ炎上したからな。私いくつもポケカラにあげたよ、うん、ミセス。平野翔、平野翔。
ボン、それもボンっていう曲ね。ブリンバンバンボンにボンや。いいんだ、今これは違うんだ、ね、これここって最初のとこで近かったやろ。うん、見とらんなら過ぎてしまうかもしれない。過ぎとかも。菅氏顔ランデブ。あー、ランデブだ。ダイスとか、ダイスとか、ダイス合うの。知らんな。Thank you.
いいな。これの歌ともう一個なかったんかね。じゃグレンゲあって。え？グレンゲの方が多分有名やと思う。どうしたって消せない。あれこれってろ？それか晩餐か、私それずっと大阪屋ショップ行った時に聞いとったから、それ聞くと大阪屋ショップの歌ねんって、うん、
中森明菜とか上がっとってんて、多分中森明菜が YouTube に上げてすれば、プライドやな。今井美樹やろ、うん、で、なんで知っとるかって言ったら、今井美樹と布袋寅泰って夫婦やろ、うん、今井美樹と布袋寅泰夫婦やろ、うん、で、私小袋好きやろ、うん、小袋の二人が布袋寅泰のこと好きで、一緒に歌を歌ったりとかしとったから、私も布袋寅泰とか二枚引き好きなんや。好きです。そんな好きではないけど、ここら辺じゃない。え、どこや。もうラップエルファンもできたよ。エルファンできた。歌って歌えるか。全然歌えるよ。歌えるよ、私だって、うん、昔の曲結構歌ってるよ。この間、木綿のハンカチーフあげたら結構伸びとった。おいや、おう、あんた木綿のハンカチーフ、あとカモメが飛んだ日、飛んだ日とか。なんで平成生まれがそんなこと知った。だから音がよく聞いてるから。あ、親の影響が。あと異邦人とかもよく歌ってた。おや、母さんも幼稚園。ドンキドンキドンキ。そこね。お母さん、でもちょっと静かにしてほしい。うん、頑張って。ちょっとしばらく喋らんでほしい。分かってる、はい。このドンキの壁、まだ、そこちょっと撮りたい。ここ汚い。ちょっと静かにしとって、うん、どこだけちょっと行ってきて、はい、静かにしとって、まだ変わらずもんね。あ、動画撮りたかったの。そう、動画今から撮る。よし、はい、行くよ。はい、まだです。みんなせっかちゃん、行きます。またそれ X になっちゃうと思う。それそれ、わかるな。またそれ X。 大工さんだっていろいろ食材館とかの写真あげてるから、あの貞子つけて。でも最近撮ってないから X さんも投稿しない。うん、大工さんに。フォロワー数多すぎて。ここあれやろ。ここや、ここや。え、違う、ここじゃないよ。ここ、そこじゃないの。ここじゃない。ここやって。そこじゃないよ。あれ、まだ違う。あっちか。ギゴの。ギゴの。てか、大輝さんにフォローしてもらってから、エロ丘にすんごいフォローされるんやけど。そうや、お母さん、それで、ずっと。それで、TikTok の、あれで、うん、この間、バーって見とったら、正吾出てきたんや。どの正吾。あの正吾、うん、正吾がもう一人の男と一緒にツーショットで撮っとれんって、うん、あのママの顔やったけど、まあ30歳ぐらいやなって思う顔になってきた。で、正吾からこの間コメントがなんか、うん、コメントなかったし、なんか正吾から正吾って来とってんけど、うん、でも、まあ、あいつじゃないやろ。正吾なんやって、あの正吾の顔なんやって。もう、画像がもう一緒やもん、正吾の顔やもん。で、まあ私、正吾の電話番号持っとるさけ。あけんけど。なんか、
X とかのライブ配信に招待されたのに面倒くさいって入ってないし、招待されたときに入ってないの面倒くさい。誰に招待されるの？知らん人？いろんな知らん人。そうあれ、サイズこれ潰れたの？もうライブ配信入ったのって銀河くらいしたの？混む時間や。うん。4時半から7時半まで混むんやった。こっからの前や。この間ケイちゃんに会いに行った時時間かかった。うん。そうやな。かかったもんな。俺一人で行った時もめちゃくちゃかかった。一人で行った。そうや。大地一人で行ったよ。怖っ。その時に初めてやったからバイトだから、しかも来てくれ、来てって言われた。うん、私の仕事ぶりを。まあ右あるんや、最悪右あるから。それか、分かった分かった。うん、それさっき聞いとった。なんか私ショートでゆゆゆゆとかばっかり言うてるやつ。うんうんうん。ベベベっていうやつやろ。うんうん、なんか違う。それしか言うとらん。これここ右なるまで回ってこない。入れんね。言われんでも行くわいや。行けじゃねえよ。言われんでも行くわ。で、こっからに前撮ってもらったあのクロミちゃんの、うん、女のカバン。こった。うん。ちっちゃいなブックオフ。ちっちゃいの。ちっちゃいな。ちっちゃいよ。でも私ここでマミさんのフィギュア500円だから。先おしっこ行きたい。私もおしっこ行きたいなあ。朝9時オープンって書いてるってことはやっぱ24時間じゃないってことね。何時までかな。2時ぐらいまでやってるの。そんな時間までやってない。じゃあ12時かな。おしっこしたい。
リンゴの箱は行ってくれんの？取ってくるんか、あれ。え？あ、ちょっとでもしたいかも。